悪いスライムじゃないよ。お待たせー。待ちくたびれたでやんすよ。ったく、女は支度が遅いよな。しずさん。おい、どうした？爆炎の支配者か？それって50年くらい前活躍したっていうギルドの英雄よね。炎の精霊フリート、違いないでやす。シズさんは伝説の英雄、爆炎の支配者。お前たちもさっさと逃げろ。俺たちの仲間でやすよ。ほっとけないわ。奴らじゃないな。私は静江、伊沢静江、お願いがあるんだけど。いいよ、何でも言ってくれ。私を私にかけられた呪い、この世界が嫌いだから、だから最後のお願い、私を。いいよ、約束しよう。リムルテンペストの名において魔王レオン・クロムウェルにきっちりとあなたの思いをぶつけてやるよ。ユニークスキル捕食者を使用しますか？イエス。シズさん、運命、永遠に覚めることなく幸せな夢を見られるように。スライムさんは転生者なんだ。大変だったね。そうだ、面白いものを見せてやるよ。大賢者、思念伝達でシズさんに俺の記憶の一部を見せたい。リョウ。戦争が終わって平和になったよ。俺はこっちの世界でもみんなが平和に暮らせる街を作りたいと思っている。シズさん、大丈夫かな？我が主！
されて死亡し、異世界に転生を果たした。シズさんと約束したからな。ふーん、俺がスライムに見えるのか。ま、そうなんだけど。個体名、ランガからの思念伝達。静音から救援要請と推測。お前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか？幕から出向いてくれるとは好都合という。俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなの。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう。邪悪なる豚どもの仲間め。真の勇気か、ただの蛮勇か、その度胸に敬意を払う。宿を開始するな。
様、シュナです。お目覚めになられて本当によかった。あんなに簡単に。ここら辺にしないか。そろそろ俺の言い分も聞いてほしいんだが。とぼけるな。あなた様の配下に加わらせていただきます。